速攻、もう一回ファン速攻、高萩です。さあコーナーキック1本目、ファン速攻、頭で落とす、シュート打った、これはなんとか弾き出した、まだボール生きてる。とはいえ仙台にとってはこの時間にノツだというのも嫌な選手ではあります、はい、前節も広島切ったカードがみんな機能しましたよ ね、 そうですね。さあここはどうか、うん、わずかに合わなかった、後ろから来ましたがバーの上です。0点はこういったプレッシャーから奪いました FC 東京。さあ下がればチャンスだ、お出ましたよ、チャンスになる、反則攻、ドリブル自分でいくか、パスを出した石原シュート、守る広島、このボールはそのまま流れる、いやシュートを打てませんでした。なんとかクリア、はい、佐藤久人からファンソットそのまま上がる、クロスボールが入ってきた、清水打てない、今ね素晴らしかったですけどね、清水もこれ寄って今ね逃げて、はい、スペース作ったんですけどね、ただ誰ですかね最後ね。さらに左に振った、ここは通らなかった、塩谷のパスカット、ファン速攻がいきます。さあゴール前すぐ有利ですよ、ファン速攻勢いがあります、そのままクロスボール、高木、さあ前線に野津田がいます、しかしそこではなくファン速攻が上がってきました、ファン速攻がヘディング、試合は振り出しに戻りました。渡辺大吾の得点で1対1、大宮が追いついています。首位攻防戦、今度は広島佐藤久、特に韓国戦ではディフェンス裏に抜けた柿谷の先制点をアシストしています。クロスはその前にラインは割っていない、クロスを中でケアしました甲府です。高萩ファン速攻、ふわっと浮かして中、ファン速攻、中クロス、どうか、書き出しました甲府のディフェンダー。いや広島らしい、タイム予定では4分です。4分、広島にはある4分、甲府には長い4分。クロス上がる、いやナイスタッチしましたね小木選手。塩谷、あここはいいところにボールが出た、ファン速攻、中佐藤、クロス入る、逆のサイドだ、清水トラップからシュート打てるか、よく守るを締めてますから、なかなかこう中央にボール入ってこないですね、はい、ここはドリブルで打開していきました。そして右に送ってファン速攻、低いクロス、佐藤久人の前でした。さあそして今度は広島の高萩、一つ右を使っていきました、ファン速攻中にかわしていった、さあチャンスになる、折り返し、ジェシーが足を出しました、そしてシュート。広島の小学校の時にですね、はい、佐藤久人選手が学校訪問で来て一緒に給食も食べたと。でその後サンフレッチェジュニアユースに入って、その当時は柏木陽介選手がマイヒーローだったと。そしてあさあいいですよ、この仕掛け、あ来ました、そしてノッツだ、いやまだあるファン速攻、見せました、交代で入ったファン速攻とノッツだ、そしてノッツだから森脇にいいボールが出ました。森脇中に入ってくる、あるよ、ルーズボール拾った、さあ、ここに飛んでいきましたが、ありません、きっちりしてますし、これですね、ラストパス、惜しかったですね、ここでファン速攻が上がります、いいですね、ファン選手、その後ろから石川を見れば、ファン速攻、中に入ってきた、いいですよ、シュートチャンス、石川、パスト、そして、さあ、平重だ、このファン選手ですね、はい、ファン速攻のこの攻め上がりが、このゴールを見ましたね。そうですね、合ってないですよね、やはりね、チャンスをものにできていないジビロです。アリークロス中央、跳ね返した、佐藤久人、前を向きます、日本代表青山、ね、サイドチェンジ、ファン速攻へ、中に高萩、遅れて石原を送る、クロスが入る、ヘッド、わー下高萩、八木さん、はい、金園選手のゴールでサンフレサポーターの声すごく大きくなりました ね、 そうですね、なんとか1点勝ち越してくれというそういったサポーターの願い、大きな声となって現れています。入ったばかりのファン速攻、
フリーですよ。中央、青山から右へ、ミキッチクロス、当たってボールが出ます。ここをしっかり、ね、守りきればカウンターっていうのが、ね、仙台得意ですので、はい、ここはしっかり守りたいところですね。ファン速攻から佐藤、佐藤、もう一度ファン速攻です。石原、石原、ここは角度のディフェンス、高萩、今度は左のファン速攻、ここは菅井がぴったりついて、ファン速攻入れてきたが佐藤、佐藤、なんとか頭では、さあ、ここ裏を狙うファン速攻だ、ゴールを狙う、ポスト、ファン速攻、ここも強力、高萩、これも水本を使う、その後ろからのボール、ファン速攻かわした、ループ、ここはギャンが抑えきれませんでした。ミキッチ、こぼれ球をクロスボール、ファーサイド、ファン速攻のシュート、いきませんでしたが、ファン速攻が上がって迷わず、ファン速攻を使う、上がっていくファン速攻、ファン速攻シュート、ゴールキー、を狙います。キル流した、シュート決まった、今ファン速攻面白くなってきましたね、いやこの位置にいるのが佐藤久人、本当ですね、ファン速攻が触ってますよね、ヒールからですね、逆サイドを使います。ここにフリーの森脇がいます。森保監督が拍手を送った、そのサイドチェンジから森脇、ファン速攻を使う、ファン速攻のクロスから佐藤、佐藤、完璧だ、したね、森脇とファン速攻、ここのサイドを崩した、変わって出たここですよね、前でポジションを取って、はい、背後に瞬間逃げていって、さあ今度は一気にチャンスですよ。そうですね、ファン速攻、中央、石原、持田もいる、高萩もいる、ファン速攻決まった、決めました、4点目、そして自身初ゴールです。っていう、ここですよ、ボールキック、これが4点目のシーンなんですけど ね、はい、ね、西川から、はい、相手の守備の陣形が整わないうちに、正確に速いボールで、これアシストですからね、出して、はい、で決めました。カウンターを狙います。石原から高萩、高萩粘る、倒れない、つながった、石原スピードアップ、左サイドファン速攻、コントロール、シュート、見事なカウンター、広島先制しに来ましたけれども、はい、倒れませんでした。いやそれだけね、両監督とも熱く、本当ね、声も大きくなりますよね、はい、さあファン速攻、ボールを受ける、ファン速攻、カッティングからシュートだ、ジャストミートって感じですね。はい。